はい、震源近くの花蓮市に高橋大作記者がいます。高橋さん、地震発生から1日が過ぎましたが、現在の様子伝えてください。花蓮市内中心部の傾いた9階建てのビルです。あの前ですね、瓦礫の高さなんですが4階あたりまで積み上げられています。で、傾きを測りながらですね、慎重に積み上げているというような状況です。ただですね、こう画面の奥右手を見ますと、信号機であったり、その手前の電光掲示板、あちら電気は通っているという状況なんですね。で、花蓮市内で停電情報300世帯ほどと言われています。で、あちら画面の反対側の本当に倒壊現場から100メートルほどしか離れていないコンビニエンスストアも営業をしています。この周辺に関しては、ライフラインは通っているという状況なんですね。で、発表によりますと、実は20カ所ほど非常に危険な建物はあるものの、なんとか一つの地帯に集中しているのではなくて、このように建物の近くでも、建物が壊れていない建物もあるということなんですね。で、このすぐ近くの食堂が1階にある建物はすでに解体を終えました。で、こちらの9階建ての建物に関しても、一両日中にも解体を進めたいとしているんですが、地元メディアからはですね、1階部分の柱の強度が足りなかったのではないか、そういったそもそもの建築物の耐震性に疑問があるといったような指摘もされています。